お待たせいたしました。本日の第一試合、東洋大学附属姫路高校対明石商業高校の試合、まもなく開始でございます。1回の表、東洋大学附属姫路高校の攻撃は1番セカンド渡辺拓真くん、セカンド渡辺くん、
5番ライト山内くん。中澤くんに代わりまして代打北くん、バッターは北くん。6回の裏、明石商業高校の攻撃は4番レフト藤原くん。
姫路高校代理のお知らせをいたします。8番高畑くんに代わりまして代打峰松くん。セカンド渡辺拓磨くん。商業高校選手の交代並びに守備位置の変更をお知らせいたします。レフトの藤原くんに代わり影山くんが入りセンター。ライトの山内くんに代わり大沢くんが入りレフト。センターの 宮田くんに代わり失礼いたしました、センターの宮田くんがライト。6番渡辺裕太くんは申告故意四球により出塁いたします。桑原くん。
地高校対明石商業高校の試合、2対1で明石商業高校が勝ちました。ただいまより明石商業高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏し、校旗の掲揚を行います。